あ、タイトル普通になったね。これは体験版と同じオープニングっていうかタイトルだね。やっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード3続きをやっていきます。ペンチかな、手に入れたところになりますので、誰かいるの？いやマジかよ、いきなり。ちょっと待って、ショットガン取りに行きたかったんだけどな。開けてやばいことになったらロードして戻ります。やばくなかったら遅延カッターか、ペンチじゃないよね。ペンチとかしょぼすぎでしょ。遅延カッターだった。やべえ、開けたくねえ。いや行くしかない。あなた UBCS？ そんな顔で見るな、感染していない。分かった、手当て。おい、やめろ、待って。なんてことするの？感染してた。してなかったかもしれないでしょ。スターズのやつは甘すぎる。壊滅寸前になるわけだ。あなたたち UBCS は仲間を平気で殺すの？生かしてもゾンビになってた。お前は生き残る気がないのか。駅に戻っておとなしくしてろ。弱いやつはいらない、邪魔になるだけだ。追っかけるよりはちょっとね。ここにショットガンの弾置いてあるしね。君弾、あ、持ってる？トレーニングの記録、サーキット2セット、あわよくそ刑務所、無期懲役を食らい、無所でクソを切り出すだけに、ん？切り出すだけだった俺にとんでもないチャンスが巡ってきた。仕事だ。あ、なんかこいつあんまりいいやつじゃないんだね。射撃訓練400ヤード、ミス5回。昨日無所を出て UBCS の訓練所生活が始まった。丸2年ぶりに実弾を撃った。この距離で動かない的を5インチも外したのは初めて。全く感覚がつかめない。ああ、なるほどね。射撃訓練600ヤードミス2回。射弾散布域 3インチ以内。勘が戻ってきた。午後は初めて模擬戦に参加。隊長や同僚たちはいいやつだしレベルも高い。だがニコライとかいうやつはイカれてるのか。ポイントを稼ぐために平気な顔で俺を盾にしやがった。射撃訓練600ヤード全弾命中。どんな的だろうが外す気がしない。完全復活。明日は初任務、ラクーンシティの暴動鎮圧に向かう。ジミーが背中を押してくれる気がするぜ。人助けの好きな兄貴なら真っ先に駆けつけてたはずだ。ギャングのクソガキどもに殺されてさえいなければな。代わりにこのマーフィーシーカーが存分に腕を振るってやる。そうか、息絶えてしまった。お前弾よこせ。いや絶対持ってたでしょ。まあいいや、とりあえず戻る。チェーンで開けられるところは結構あるからね。ただこういうイベントが起こったことによりゾンビがね復活する可能性があるんだよね。ちょっと早速わめいてるし、前方に警官あり。やつは排除する。何やってんだ、そのまま死ね。俺が仕留め損ねただけかな。チェーンカッターで開けられるところどれくらいあったっけ。これ系じゃないと開けられないよね。あの箱とかは多分開かないはず。これなんだ、また飾り箱か。いやもう持てねえよ。持てないっていうか、これ置いてくれよかった。しまったな。すぐ近くだし、ちょっと一回戻ろう。なんかバックパッカーみたいなのが欲しいよね。もう一列、もう一列欲しい。せめてイベントアイテムと弾でもういっぱいいっぱいになっちゃうんだよな。これは預ける。ショットガンは今のところ10個か。これは無理だよね。だこういう系は無理。いや絶対無理だよ。その鍵がかかってたところに初めてマップの活用か。ああ、ここは城前で、ここ開けたのか。飾り箱がありますで、これも城前でしょ。チェーンカッターのところって
なんかこっちに行っちゃった。鉄道会社、鉄道会社どうやって行くんだ。これ地下鉄操作パネル。ガンラックって何。あ、ガンラックはあれか、ショットガンが入ってたところか。まあ、まずは探索できるから探索していこう。ここバーか。で結局これ取って調べて開けて宝石、これをなんか集めるんだな。いまいち何に使うのかがわからないけど、強化火薬か、マジで持てねえわもう。いや救急スプレー、一応あれだよね、マップ上には表示されるんで場所だけ覚えておこう。これ強化火薬でしょ、これだけか。まあ、ただ回復薬は、あ、そっか、ハーブ、緑にしよう、緑にしちゃおう。で救急スプレーかな。ここはこれだけかね。よし、じゃあ鉄道会社どっちから行くかだな。今のところあいつが出てくるわけじゃないんで、追跡者がいるわけじゃないんで、ここドーナツショップ城前の鉄道指令室、ここなんだっけ。あ、チェーンが巻かれた扉、このまま前方突っ走るか。こういう時にね、やっぱり敵は排除しておくべきなんだよね。待って、なんか言ってんだけど、避難しろみたいなあれかな。ん、こいつは待って、一応撃っとこう。やはりか。ちょっと待ってね、完全に出よう外に。あ、やつは来れないか、そういう風にできている。ならば死にたまえ。いるな、いっぱいいるな。いや、いっぱいかわかんねえけど、いや、いっぱいだな。ちょっと待って、あ、そういう時のドラム缶か。排除完了、あとはお前だけだ。髪の毛すごっ。どうすっかな、ナイフでいくか。もう一発、よし、オッケー。さて、ハンドガンゲットして、手榴弾、これは、うおー、ショットガンか。ショットガンが必要になってくるんだな。本来だったらこの青い弾預けて、ちょっと待ってね、あったよね、ドーナツショップのところにあるから、一回また青い宝石を預けに行きましょう。ちょっと今回だいぶこの探索系で時間を取られそうだね。だってこうやって見ると、でも要所要所にアイテムボックスがあるね。で救急スプレーちょっと預けちゃおう。2つ開けておく。最悪もうなんかナイフもいらなそうなんだけどな。弾の数がでもそこまでじゃないよね。ちょっとセーブします。さてで、まあ万全を期すんだったら、あのショットガンの弾を取ってまた預けに来る。だってショットガン取れるスペースも開けとかなきゃいけないからね。ショットガンとショットガンの弾、それを考えるとやっぱり2つ開けとかなきゃいけない、まあ、このマップでショットガンを使うかって言ったら多分それはないと思うんで、
このままこっちに鉄道、あれ鉄道指令室でいいんだっけ、鉄道指令室と鉄道会社ってなんか違う、これがどこへ通じてる、やっぱ鉄道指令室でいいのかな。でこうでしょ、でそうだよね、で城前ガンラック、よし OK で、これをぶった切ってやったぜ、ショットガン M3 ちょっと見よう、ん？使用済みキーアイテム、おお、いいねいいねいいね、それは助かる、もう捨てよう、これだけで終わりか。12ゲージ弾倉を4発装填できるポンプアクション式ショットガン、操作性が高く弾が拡散されて発射されるため複数の敵との戦闘に向いている、まあ、近くに行くとダメージは高い。あー、これがなんだ、ここは城前か、城前操作パネル、この錠前をどうやって開けられるようになるかだね、かなり数があるからね、1個につき1個の鍵が手に入るのか、それともなんかキーピックみたい、うわっお前どっか出てきた、ちょ待って、これは距離を取る、タフだな、どうだ、まだ生きてるか、股間を狙おう、いや生きてんな、弾2発使うか、頭に当ててないからな、股間も急所だろう、だっていやもうゾンビにとっては股間は関係ないのか、こいつはどっから出てきたのかな、謎だな。で戻りはまたドーナツショップを行ってこうやって行くか、もう何がフラグになって寝てたゾンビがよ呼び起こされるかわからないからな。こいつらね、こいつらもいつかなんかガシャンって来そうだよな、キーピック的なもの取ったらちょっとガシャンってきそうだよね。でちょっとアイテム整理、一マスは開けておきたい、んー、ナイフか、ナイフいいや、ナイフも預けよう、ちょっとショットガンの弾があるんで、でショットガンの弾はちょっと一回全部預けて出す、19発か、で手榴弾もまあ2つあるからね、で空きが2つ、これでいこう、セーブして先へ進みます。ではガッチャ、ここはまあまだ安全、さっきと同じ音だけどね、あんまり走らずゆっくり行こう。であいつ多分ニコライだよね、手帳に書いてあった、あいつ自体どこ行ったんだ、これ何、いやなんかこう、え、シスター、あ、ただの子供の落書きか、これって爆発するのかな、一応地図、こっちは行き止まりだからアイテムがないかだけ確認するけど、はい大丈夫だ、反応がない、4発とある UBCS 隊員の衣装、中東、東欧、東アフリカ、ありとあらゆる地獄を見てきた、過酷な収容所の生活にもどんな拷問になって耐える自信があった、だがたまには楽に一稼ぎしようと思って、そうほんの休暇のつもりだった、あっという間だった、最新のアサルトライフルで武装した30人の精鋭部隊が数日と持たず壊滅した、俺は地獄を知っている、だからわかる、この先に待つはさらなる恐怖と絶望だけだと、俺は臆病者で構わない、残されたタイルはこれだけだ、自分の屍が動き出さないことを祈り引き金を引く、ああ自滅したんだね、
自滅した後はもう感染っていうか、そういうのはないのか。生きてるうちに感染しちゃうと多分ゾンビになる。まあさすがにもう全ての活動を停止してしまった後はいくらウイルスといえどもダメなのかね。電気屋からの告知、発電機ご自由にお使いください。ラクーンシティ電気店連合会、あちらこちらで停電が起きている。連合会で相談してありったけの小型発電機を町の各所に設置した。みんなで自由に使ってくれ。ただし発電機には高圧電流が流れてる。銃で撃ったり強い衝撃を与えると放電して近くにいるものを感電させる。いいか、放電している発電機には近づくんじゃない。発電機を利用してボートをやっつけようなんて無茶なことを絶対考えるな。とにかく身の安全が第一だ。無事にやり過ごしたら壊れた家電を買いに来てくれ。出血価格でサービスするからな。町の電気屋さん。どれ発電機って、これか。多分このバチバチいってるやつだよね。やってみるか。ちょっと待って、1回だけかい。これどこ行った。くそ、いて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 、全然気づかなかった。あれにしてねえや。うお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 お、むっちゃ首噛まれたんだけど。ケツ、えすでにさ弾すげえ使っちゃったんだけど。え、生きてる、どっから来たんだあいつ。もう一回やるか。だ、一回だけかい。どうやって回避した今。ちょっとちょっとちょっと、くそ、マジでマジで、そもそもどこにいるか分かんない犬が。オッケー、まだ生きてるか。くそ、しぶとい。もしかしたらナイフの方が良かったかもしれない。まだちょっと耐える。あ、これでバチバチってあれだね。でまあこいつらも、え、なんかまだ犬の鳴き声じゃないか。アイテム、いえ、こっち行けんの。いや、行けないな。最悪ショットガンも用意すべきだよね。回復はただ予備があるから、こういう端っこを見てアイテムがないか確認。ああ、こういうの壊すのに1個使うかな。ガンパウダー18発か。1回なんかもう弾余裕だねみたいなことになったけど、全然もう余裕じゃないんだけど。音するけど大丈夫か。いるね。さて、この倒れた後に死んでないっていうのがね。上にもいるか。このうちに頭を打ち抜く。あれ、お前どっか出てきた。しまったしまった、ちょっと近い。やべやべやべ、めちゃくちゃ弾使ってる。やばい、6発。どうすっかな、あのデブチンみたいなの。排除はしておきたい正直。残り6か。やるか。早い早い早い。この動作マジなんだ。あれ、これ追い詰められたんじゃね。
倒した？ロッカー、これは開かないやつ、これは何もないやつ。ガンパウダー、ちょっとこれガンパウダー、ガンパウダーやっちゃおう。組み合わせ15、よし。ここのロッカーはん？なんだ、どちら？こっちから来たってことか。他はなんか印がないからロッカーじゃねえし、なんかの機械だね。ここどこなのそもそも。どこって書いてある？わかんねえや。レッドハーブっぽい。残念ながらグリーンハーブはもう使ってしまったんだよ。だからこういう時にグリーンハーブが1個あるとよかったんだけど。安全ポイントか。変電所長からのファックス。職員各位、市内で発生した大規模暴動への対応のため計画停電の実行が決定しました。暴動が収束次第、当直の職員は速やかに4つの暖炉機のレバー全てをオンにしてください。その後、指令室の主電源を入れれば送電機能は回復します。4つのレバーをオンにする。ん？それはここにあるってこと？多分今全部オフなんだね。え？これ何の地図？どこの地図これ？なんかキモいんだけど、前方が。こっち行けってこと？ここアイテム自体は特になしか。セーブ、あれこれなんだ？あ、サイドパックだ、やったぜ。2つね。まあ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 、オッケー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 。そろそろじゃあこれは持っておこう。サバイバルナイフどうすっかな。収納名人、いや。ではセーブして先へ進みます。こっち行きたくないけど。ひどい匂い、これって考えたくもない。これってって何？全然さ、俺わかんねえんだけどね。なんかキモいよね。ただあ、ハーブハーブ、このさハーブ危険じゃね？むしろここにこんなのがあるってことは。いや、これも取っとこう。変電職員の通達。高圧線管理エリアの鍵は見当たりません。スペアキーを手配中ですが、届くのが週明けになるため仮のキーピックを用意しました。紛失防止のため専用ケースに入れて携帯してください。1つしかないので退勤時は必ず引き継ぎをすること。それからもしも鍵を持って帰った犯人がいるなら、おとなしく総務部のケイトまで名乗り出ること。キーピックね。多分キーピック手に入ればここ開くよね。道具があれば開けられるのに。なるほど。こいつはやっとくか。うわ、ハム出した。なんだこれ。弾15個。あれ、いけねえ。どっかある。あ、こっち。先にあっちへ行けと。この黄色状態をハーブを使って回復しちゃうかだね。でもなるべくダメージを食らってるから。え、なんでめっちゃハーハー言ってんの。あれ、どうだ、ここに行きたいんだよね今。こっちから来て、あれ、こっち1階か。こうでしょ。お前なんでまだいいんだ。タフだな、このデブ。タフだよねって。毎回ここに引っかかるんだけど。いい加減寝てろ。え、この扉なんだ。こう行ってこう行って
やっぱ上だよね。でこっからこっから来たのか。こっから来て、いやでもそのキーピックはどこにあるの。行けるとこあったっけ、あっち側。あのこいつらがガッシャーンってなんのかな、地図的には行けなそうだけど。他行ってないとこだって、もうガレージでしょ。で普通にこう来て、いやー多分こっちだな、やっぱり。多分もうこの中で捜索するよね。でこうでしょ、上がるでしょ。で入るでしょ。でこっち行くでしょ。いやいや、ない、わかんねえ。ん、あの死体が持ってるとか。あ、待って待って、なんかある。グリーンハーブを使え。いつまで待ってもチャドが戻ってこない。様子を見に行ったらクソったれ。やつらの幼虫が口から入り込んできやがった。どうにか吐き出そうとしたが、よほど居心地がいいのかまるで出てこねえ。その時目の前に飛び込んできたのがグリーンハーブ。虫下しにはグリーンハーブが一番だって死んだばあさんの言葉が頭によぎった。俺は夢中でハーブをむさぼり食った。効果はてきめん。幼虫どもめ慌てふたむいて出てきた。俺はもう一度高圧線管理エリアに向かう。後ろから来るやつはありったけのグリーンハーブを忘れるな。そういう使い方もすんだ。あ、やっぱこいつなんか持ってんじゃん、箱。いや絶対襲われるでしょ。ほらね、ちょっと待って、ケース。なんてこと。ん、どうした、腹下した。使っちゃうか、なんか減ってるし。どう、いやよくわかんない、調べよう。こうだね。でキーピック、簡単な鍵であれば、ん、簡単な錠であれば鍵がなくても開けられる特殊な道具。でこれ1個使っても多分なくならないよね。ガッチャリ、よし、行きたくない。じゃあね、またアイテム探索に戻りたいよね、先に進むよりは。なんかアイテム探索してちょっと進んで、アイテム探索してちょっと進んでって感じだな。まあしょうがない、慎重に行きますんで。いうわけで、じゃあキーピックを手に入れたところになりますので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。